柱のタイムの練習場についてご報告申し上げます。去る6月13日岡山市高谷茂雄市長様から国都柱の岡山練習場についてコート浄化センターの敷地の一部に整備することを正式に表明くださいました。クラブ悲願の練習場整備につきまして第一歩が示されたことをここにご報告申し上げます。ここに至るまでに地域の皆様、署名活動を支えてくださった皆様、実際に署名にご協力くださいました284,673名の皆様、そしてチームがいかなる厳しい状況のことも選手とクラブを信じ、このスタジアムにいつも足を運びくださいました皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。今後は一刻も早くより良き練習場を整備いただきますよう岡山市様に相談を続けてまいりたいと思っております。今後ともどうか皆様のご支援、ご支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。千葉共造代表からご挨拶申し上げます。田中さんこんにちは。新人会の一方を送りたいました千葉でございます。今木村会長、皆さんもすでに新聞等で踊れるように会合を知らせられたバジアラムの練習場のベルがつきました。もちろん、バジアのチームもそれを担保して練習に励み